完熟具合がね、たまらんのですよ。勝ちが約束されている。どうも、皆さん、デュです。ということでですね、今回はですね、ベジパンダちゃん、味の素さんとのコラボでございます。味の素ってこう、どうやって使ったらいいかわかんないっていう方結構ね、いらっしゃると思うんですよ。なんですけども、自称ですね、世界一味の素を使いこなす料理研究家の僕がですね、言っちゃった多分そうだと思います。この味の素をですね、最大限に活かして美味しいおつまみにもなるし、副菜にもなるようなレシピですね。無限ゆで卵です。無限にゆで卵食べられちゃう、そんなレシピでございます。で、今回ですね、ゆで卵と非常に相性のいいですね、この味の素ですね、どう組み合わせていくのかっていうのがポイントですので、一緒にやって美味しさを共有したいと思いまして、やっていきます。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、材料をね、説明していきたいと思います。卵です。で、これ冷蔵庫から出したての冷たい状態の卵3つ、しらすです、 25g、 釜揚げしらすですね。ネギがもう適量です。冷凍とかでもいいんですけども、ちょっとおネギが入ると、爽やかさと色合いが増しますので、一番重要なね、味の素ですね。これと卵の相性はバズレシピにて最強なので、僕は昔卵かけご飯自分でやって、美味しくないなと思って、何が足んないんだろうと思ったら、うちの家族は味の素かけてたっていう、はい、これ一子相伝の調味料です。これは僕の家族みんな使うんでね。あとは、概要欄に調味料がありますんで、じゃあ参考にしてください。まずはですね、お湯を沸かしていきます。ちょっとね、無限ハイボールをちょっと片手にやっていきたいと思います、ね、はい。でですね、ここに小鍋に沸騰させたお湯でございます。ちょっと弱めの中火に、してあります。冷蔵庫から出したてのこの卵を入れていきます。で、半熟に茹でていきます。できればなんかこういうね、ザルみたいな、こういうのに卵乗せて静かに入れてもらうと卵が割れづらいのでね、入れる前にこれね、卵ねちょっと濡らしてあげると温度差での亀裂が入りにくくなるので、濡らしてください。今ね、ちょっとぬるま湯で、濡らしました。で、ここに静かに入れていくと。沸騰したお湯で弱中火にかけて8分、いい感じの半熟具合のゆで卵になりますので8分待ちます。はい、それではですね、ゆで上がりましたんで8分経ちましたので火を止めます。火を止めてすぐね、冷水にかけます。ちょっとね、もったいないんですけど、綺麗に剥くためにちょっとね、流しながら拭いていくと皮の隙間から水が入って、すごくね、スルンと剥きやすくなります、半熟なのに。で、お尻から剥いていく。こうするとね、卵ねボロボロにならないで剥けます。そうしましたらですね、卵を切っていきます。4等分。ほら、こんな感じですね、いい具合の半熟具合になってるんですよ。これがね、素晴らしいんですよ。こんな感じですね、半熟具合がね、たまらんのですよ。一番おいしい、これが。こんな感じで切っててくださいね。そうしましたらですね、タレを作っていきます。ボウルに入れてください。まずお塩、小さじ1/4、ごま油小さじ2です。黒胡椒ね、黒胡椒もね、混ぜときます。まあ、ちょっと多めの黒胡椒。はい、ここで今回の主役の味の素です。味の素はすごくね、卵の味付けに非常に、卵ってほら香りがあるじゃないですか、卵特有の。これをですね、味の素を使うことによってですね、卵の香りを生かすような調理法ができるんですね。で、今回ね、4振り、で、1、2、3、4です。箸とかスプーンとかでもいいんですけども、ちょっとね、混ぜてなじませておく。そしてここに卵です。卵、優しく入れてあげてくださいこれね、優しく入れてあげてください。これしらすですね、しらすもパラパラパラっと入れちゃいます。全体をね、これね、あえていくんですね。優しく全体をこう、あえるような感じ、ガサッと混ぜてください。そしたらもう盛り付けいきます。はい、そうしましたらね、盛り付けいきたいと思います。こんな感じでね、これがね、味うまです。で、混ぜるとね、黄身から剥がれちゃうのもあるんだけど、黄身剥がれちゃったら、ね、黄身ね、またね、のせちゃえばいいからね、これね。ゆで卵ね、一番おいしい食べ方だよ、これ。卵を3つで作ってるんですけども、おそらく大半の人が足りなくなると思うんで、こんな感じですかね。ここはね、すごく美味しさ詰まってますんで、全部ね、かけていただいて。勝ちが約束されている。小ネギ、彩りに。小ネギをパラパラパラリーノ、これお好みでいいんですけども、ちょっとラー油、ピリッという辛みもついて、風味も良くなりますんでね。はい、あ、これでございます。無限ゆで卵完成です。はい、それではやっていきました。食べていただいたまま、いただきます。パワーも充電されましたので、いただきたいと思います。いただきます。
見た目がさ、食欲をそそりますよこれね。いただきます。無限シリーズって結構あるんですけども、トップ3に入るぐらい味の素のこの旨味っていうのがこれダイレクトについてるんで、卵と相性がめちゃめちゃいいんですよ。卵だけ単体だけだと食感とか風味とかも少ないので、そこにシラスですね、この組み合わせ最高。おつまみランキングだとかなり高いですよこれ。ピッと香るラー油と香ばしいごま油、ゆで卵すごくね味を引き上げて、最終的にそれを全部まとめてあげてくれるのがこいつ、最高のパートナーだよお前は。めっちゃうまいんだけどこれも僕と味パンダのタッグがあってこそですよ。めちゃめちゃうまいから、スタッフチャンス決断じゃあ、とりあえずよし、よし、よし、いただきます。はい、うまい。ご飯にも合うんだけど酒や酒ですね俺の卵料理の中でもかなりトップのうまさですよこれ。もうやっぱり天才、恐れ入った俺と味パンダのコラボレーションに最強タッグだわ。ございます。ということでですね、まあ、もし味変するんであればホットソースとかおいブラックペッパーとか美味しいと思います。超万能選手でございます。味の素使ってやってみてください。